こんばんは。お疲れ様です。今日もですね、のんびり飲みながら靴の話をしていこうと。思います。今日はですね。グリーン。グリーンだよ。なんで。ね。これ飲みながら。いやー、お疲れ様です。いやー、いや、いや。あ、うま。 いやー今回の靴なんでしょうヒントヒントこれっすヒントこれなんかねあのじらしてるのもうざいんで早速開けていこうとねじゃあいきますねえいまああのまあもう,もうもう箱からお分かりの通りウエストンなんですけどねウエストンの何かっていうところですよねよいしょ いやーもうね最近ウエストンってなんかねあの話題の靴がありましたよねあのツイッターとかねフェイスブックとかインスタグラムで結構あのザワザワしてましたけどはいお分かりかと思いますがこちらですよいよいほいえーはい、180の ハンンターーグリーンです買っちゃいましたハンターグリーンついにイエーイいやーまさかね自分が緑の靴履くなんてね全く思ってなかったですねいや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 ハンターグリーンめかっこいいっすねハンターグリーンめちゃくちゃかっこよくないですかいや私もこれあの正直あまり買うつもりなかった あったんですよね。あの初めはハンターグリーンかーと思ってグリーンの靴、まあ僕は履かないだろうなと思ってあのー、ちらっと店舗に寄って履いたんですよ。まあ、履いたらもうダメっすね。あのー、めちゃくちゃかっこよくてですね。あのいやこれこれいいっすよ本当にこの色いやなんなんですかね緑って緑って奥深いですねあのー、茶色もそう。 ですけどこの緑の緑なんていろまあこういう緑とかこういう緑とか何て言うんですかねちょっとただの深緑じゃなくて若干ちょっとなんかブラウンぽさっていうんですかねっていうのもあっていやーもうあこれあかんと思ってあのしかも私のサイズがあったんですよねもう買いますかってなりましたいや。 え、本当は買わないつもりだったんですよ本当に我慢するつもりだったんですけどもう履いたらしゃーないっすねうんいやーこんな素敵な靴なかなかないですよねデニムに履いても良さそうやし、えー、ネイビーのパンツとか履いても良さそうですよねなんか、うん、割とあいろんなパンツとかに実は合わせやすいんじゃないか緑ってって思いながら。 えー、選びましたはいゴルフとかねあのこの前発売されたらしいですけどゴルフはもうなんか飛ぶように売れたらしいですね、うん、ああうまっいやーなんか靴見ながら飲むって最高の贅沢ですねいやーかっちょいいかっちょいい まあ僕は180買いましたけど、まあ、ゴルフのサンプルもあのサンプルっていうかもうゴルフ展示してあるのも見たんですけどまあかっこいいっすねなんかもうゴルフなんでハンターグリーン規制でないんだろうぐらいマッチしてましたねめっちゃかっこよかったっすうんいやあのハンターグリーンのゴルフも欲しかったなでももうあれなんですよ私のサイズはもうなかったんですよねあの売れてしまって。 いいや、あれれは売れるよなと思いましたうん180残ってたのが奇跡ぐらいな感じですけどねどうすかどうすかもうこれねいやまたまあちょっと履いてみないとまあ、どうなるかわかんないですけどまあいい革なんですよ本当にウエストンの靴ってなんかこの革の質感がやっぱりものすごくいいですよねあと、うん、やっぱり こう重い頑丈堅牢なところが僕私はすごく好きでやっぱり長く履きたいんですよね10年20年と長く履きたいっていうのが、あのー、すごく私はあの靴買う時にポイントでしてうーんやっぱり丈夫じゃないとあの長く履けないなんかやっぱりできる限り長く履いてこの変化を楽しみたいみたいな。 懸念変化を楽しみたいっていうところは自分の中にはあってですね。うん。手だった時にいろいろ靴ありますけどね。あの丈夫さっていう観点で見た時にこのウエストもやっぱ強いんですよね。自分の中ではめっちゃ丈夫な靴っていう印象がございます。はい。で今回あのシューツリーも一緒に買いました。ちょっとこれあのー、今回ちょっとシューツリーも若干触れておこうと思うんですけどえー、っとふっ うわっうわはああもうばっびっちしですよびっちしのやつをいくつかある中からびっちしのやつを選びましたあの新しいやつですここにね金具のプレートあるやつもありますけどね私は正直個人的にはこっちの新しいやつの方が好きですあの形もそう形もそうだしあと素材もそうですあのミス ミスなんですかねなんかあの表面加工してあるんですよね前の金属プレートのやつってそれが皮とちょっとくっついて抜けにくかったりやっぱそういうふうになるとあのやっぱり加工してあるとあの、まあ、救出しづらかったりでですすねあるんですよあのなのでこっちの方があの湿気はよく吸い取るしそうやって皮にビチッとこう張り付くこともないしっていうので私はあの こっちの方が好きです、ね、あの今度またですね722と705の比較動画みたいなものも撮ろうと思うのであのその時にもですね私あのその頃は705を買った時はこの新しいこの無垢材の手力なかったんですよねだからあのブーツ用にあの昔の金の金属プレートがついたものを買ってるんですけどねああのこっちの方がいいと思いますね。 金属プレートがついた方が好きっていう方もやっぱりデザイン的にかっこいいのであの好きだっていう方がいらっしゃるのはわかるんですけどわかるんですけどねこう靴のことを考えた時にどっちがいいかっていうことですよねデザインももちろん大事なんですけどこれも十分かっこいいと思うんですけどね私はこのツリーかっこよくないですか焼き印が入ってる感じとかねうーんいやーハンターグリーンいいですねやっぱり あの今後やっぱりこのハンターグリーンが欲しいってなった時ってオーダーしないといけないんですよあのスペシャルオーダースペシャルオーダーは高いですよこれやろうとするとあのこう特別なその値段のアップチャージとか別にハンターグリーンだからされるっていう他のオーダーと一緒ではあるんですけどやっぱり、えー いくらかな180だったら180だったらでも、えー、オーダーで20万弱18万円ぐらいはするんじゃないのかなって思いますね、まあ、ただ今の、まあ、オーダーってツリーついてくるんですよねで180のオーダーだったらツリーも込み込みでそんなに去ってないんですよねツリー込み込みでこれと合わせ これが大体ツリー込み込みで15万円ちょっとだったんですけどそれも考えるとまあ3万円か4万円詳しいすみません金額覚えてないんですけど足してあげればまあ自分の好きなカードでオーダーできるって思ったらもしかしたらそれも一つ手かもしれないですよねオーダーするっていうのもこのウエストンって今年もう2回値上げされてますけれどもまだ。 オーダーに関ししてては値上がりがりなないんでですよね。なのでオーダーダっていうのも一つ考えられてみてもいいかもしれないですね私はそう思いますはいはいてな感じでもう話すことがなくなったので今日はこれぐらいにしようと思いますハンターグリーンっていうか緑の靴っていいですね私ちょっとこれ買った後にいろいろ他の靴も緑色調べちゃいました是非是非ですねあのー 緑色の靴緑色の靴を別におすすめするわけじゃないんですけどあのー、またこんな色の靴もいいよみたいなのあったら教えてください私今ほぼほぼ黒でちょっと茶色青で緑に足踏み入れたみたいな感じなので他の色もあれば是非教えてくださいいごご視聴ありがとうございましたおやすみなさい。